こんにちは。こんにちは。こんばんは。斉藤です。早い。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日ですね、ご紹介するのは、はい、神奈川県の相模原市、うちからすぐ近くなんですけど、うん、青野原オートキャンプ場、はい、というところをご紹介したいなと思います。お願いします。青野原キャンプ場っていうのは何回か来てたんですけど、うん、初めて施設紹介撮ってみましたので。そうだよね、うんうん、広いんですよね。めちゃくちゃ広い、うんうん、で第1回目は大雨が降ってですね、川が氾濫しそうな感じで怖くなって、うん、帰ったことがありますね。はい、過去の動画を遡っていただきたら載ってますので見てください。はい、そう、1回目行ったんですけど、うん、断念して、だからあの施設の紹介取ってないんですよ。もうそれどころではなく、そう感じで今回もねキャンプ行ってきたので、うん、はい、キャンプ動画の方は別でまた出しておりますので、うん、あのお時間あればねそっちの方も見てほしいなと思います。お願いします。はい、じゃあ早速キャンプ場をご紹介します。ちょっと雰囲気見てもらえたらなと思います。それではどうぞ。はい、ここ入り口で、あそこにね売店管理棟、うん、ありますので、あのドライブスルーみたいな感じで受付をします。で、こっちからね入り口になります。はい、管理棟こっちでもやってないよね。ここねやってない。ここからね入り口です。でこの辺はね下がデイキャンプエリアみたいで、あのデイキャンプ専用の場所ですね、下は。はい、誰か来てる。クリームシチュー。お、クリームシチューが来てる、うん、で、ここ自販機。お、竹内涼真も来てる。本当だ。あー、かっこいいよね。はい、はい、アイスが売ってます。飲み物だけ買っていい？デカビタ食いたい。これ、うん、じゃあこれ半分こする。うん、はい、行きましょう。行きましょう。アイスね、売ってますよ。あ、シャワー。シャワーね、確かやってないんか。今うん。そう、鍵かかってて。見れないんだ、じゃあ。そう。でもなんか切れそう。コロナ収束したら、多分再開すると思うんで。自販、ここもあります。おー、もう桜が咲きそうな。ね、いいですね。咲いてる。ここは駐車場ですね、デイキャンプ用。うん。ここが、トイレ。トイレです。男子入ります。はい。こんな感じで、はい。まあ綺麗だと思うけど、はい。でね、ウォシュレットもあります。はい、こんな感じで広くて。はい、よいしょ。はい、炊事場、炊事場です。広くていい感じ。あ、こっちもあるし広い。はいはいはい、こっちはなんかかまど。これかまどくん、かまどくんですね。猫。あ、猫さん。どうも。あざす。お邪魔します。お邪魔します。はい。なんで俺が入って。猫の役割。景色がいいよね。うん。広々してて。川が綺麗。うん。川綺麗なんですよ。道志川。はい。ちょっとこっからの川の景色ね。これバーベキュー棟みたいなのあって、お金払えば使えます。使えます。2000円。おー、綺麗だね。遊びたい。はい、めっちゃ綺麗ですね。のどか。のどかだね。ね、この下の段もずっとデイキャンプエリアなんですよ、奥まで。ここら辺までね。だからデイキャンプは下、川の直前、直前でも直前でいいんだよね、うん、直前のとこまで行けるから目の前に晴れますね、うん、いい感じ。いや、あそこ張りたいね。ね、
まあやっぱ川なんで止まると危険だから、うん、ね、増水したりすると撤収できないじゃん寝てたら、うん、まあ、そういう意味でもデイのみで。いやそこ行ってみたいな。椅子だけ持って行くのもありだね、うん、じゃあ。そうですね、ここにね駐車場あってここに止めてもいいし、うん、河原に降りてもいいし。朝早くから入れるんだもんね、うん、で泊まりのね宿泊キャンプはここから先です。これよりキャンプ地って書いてある。うん、で、こっちが B サイト、ここの木を挟んでこっちが C サイトみたいな感じです。 B サイト、C サイト、 C が人気のエリアですね。あなた、サイトで B サイト、C サイト、あなたはサイトくだ、ありがとうございます。くだらね、カットしてね。使わせていただきます。ありがとうございますこれ全部桜？そう、絶対いいよねこれね。ねえ、お花見キャンプの写真めっちゃ撮れるじゃん。やばい。炊事場は結構点々とした感じであります。あそこも炊事場ね、多いよね、うん、で、炭捨て場あるんで。ゴミはやっぱないね。ゴミないね、ゴミは持ち帰りです。ゴミはお持ち帰りくださいって書いてあるわ。ほーい、こんな感じで。こっちもこっちも晴れるし、この奥もね晴れますんで。ただフリーサイトになるから結構大変、うん、土曜日、日曜日、日曜日インしたんですけど、うん、すごかったね。すごかった、もうゴールデンウィーク突入したのかと思うぐらいの量で人の多さが、うん、アウトが、チェックアウトが結構遅いからね、うん、なかなか開かないんですよね。そうなんですよ、15時までね、チェックアウト、うん、OK なんで8時イン、8時インだからすごいいいよね、空いてればすごくいいよね。いい、あそこもね、トイレです、です、仮設、仮設トイレなんだけど、洋式もあるから。あ、あったね、あった、あった、女子もありました。あ、洋式もあるから、あの足でスポスポってやるやつ、うん、便座くんは冷たかったけど、ああ、だからトイレにこだわるなら入り口付近の方がいいですね。混むとこね。ああ、こっちも川沿い綺麗ですね。ここまで来るとさ、あの鉄の柵がなくて、ああ、そうだね、写真映えしますね。あそこにね柵がなくなるんで。はい、こっからまた変わりますね。デーサイト、ああ、あそこにも炊事場あります。自販機も使えますね。自販もありますね。で、こっから先がね閉まってることもあったりするんで、冬場とか。ここら辺もバーベキューと、あ、地図ありますよ。こんな感じで、この DEF、この辺が閉まってる可能性もありますということです。青の原桜っていうんだね。ね、すごいですね、なんかね、有名なんかね。噂によるとトイレを作ってるらしいです、新しい。うん、あ、でもあそこもなんか飽きそうだね。ここもいいね。あ、広い。いや、2泊したい。で、ね、川沿いまでさ椅子持ってってさ、やっぱりビールを飲みたい。いいですね。はい、こっからが F のエリアかな。
最後端っこので、この先こっからデイキャンプに降りていけます。はい、ここら辺ね。うん、確かに大きい石もあるけど全然張れる場所もあるから、うんうん、コットスタイルだったらね全然気にならない、ね、そうですね、インナーなしで。はい、ここからちょっとね地面が変わります、砂利に。うん、私この方がよく好き。俺もこの方がいいな、砂利の方がいいな。泥汚れも大変だからね。ここはね3列張れますね、うん、川沿い、真ん中、山沿い感じで3列で、あのロープが張ってあるんで3列でお願いします。疲れてますこの人は。だって長い距離が広いよね。広い広い。あ、女性専用トイレ、はい、あそこは仮設ですけど女性専用トイレ、はい、あっちが男性専用トイレ、真ん中に炊事場があります。自販がね確か使えないんです。そうそうそう、夏は使えるかもね。うん、で こっちがねちっちゃい山が囲われてて、こっち側が川なんだけど、あ、シビオが見えてきた。僕らは一番端っこに張りました今回。うん、結構人気っぽいよあのエリア。そうなんだね、うん、まあ、でもすごい良かったもんね、うん、はい、ちょっと川沿い見ますか景色ね。こんな感じでどうでしょう。気に入っちゃった、すごく。すごくいいね、空いてたらすごくいいですね。すごくいい。川の音がさすごい大きめで、なんかちょっとボアがクンクン言っててもあんまり目立たない。この F のエリア僕らは結構好きだな。私も好き。トイレがさ、だからその入り口の、うん、結構広めのね綺麗なトイレじゃなくてもいいよっていう方は多分これおすすめですね。ここめちゃくちゃいいと思います。すごくね道路がね高い位置にあの辺なんで、うん、結構静かなんだよね、うん、で川の音もあるからさあんまりこう生活の音がしないというか、ほぼ聞こえなかったもんね、うん、こんな感じです。ここがやっぱ一番川の音がするね。そうだね、岩も多いし、うん、ここが端なんですけど、ここに僕ら張りました。で、こっから先頭のここ、はい、こっからの景色がすごい良きですよね。いいなと思って、こっちにちっちゃい滝がありますね、奥に。こんな感じで酒を飲めます。あーいいですねっていう感じですね。はい、うん、なんか泉みたいになっててさ、水すごい綺麗だよね、うん、ちょっと映像で伝わるかわかんないけど水の色がねすごい綺麗で緑色、うん、はい、以上以上青野原オートキャンプ場からお伝えしました。はい、ぜひご参考にしてください。はい、どうも、ただいまです。こんな感じの場所ですね。 いやー広かった、うん、でもね一本道なんで、うん、撮ってる時間そんなないんですよ。まあ確かにね、うん、あっちこっちにこう枝分かれしてる感じじゃないから、まあ、直進なんだけどね。そうだから時間はそんなねかかんなかったんだけど、そう本当多分今映像にしたら6分7分ぐらいになっちゃうのかな、うんうんうん、で端から端までね行けちゃうし、うん、全部が見渡せるような感じなので、はい、いつもより短いなと思うんだけど、うん、でもどう、うん、もうなんせ川が綺麗。そうですね、川の音も川の景色すごいいいよね。うん、道志川沿いの
キャンプ場結構行ってますけど、うん、目の前にドーンって川が見えるのって意外とそんなないから、うん、山の方っていうか奥の方行くと、うん、道志川の支流だったりするから、うん、あのちょろちょろちょろっていうちっちゃい川なんだよね、うんうんうん、まあ、それはそれで良さがあるんですけど、うん、あのなんかドーンっていう広い川、はい、綺麗だよね、浅めでね、そうそう、色がすごい綺麗で緑の、うん、なんていうの、川の水、あれは中の色が青なのかな、なんか ねエメラルドグリーンみたいになってて、うん、キャンプの写真もかっこよく綺麗に撮れると思うので、そうですね、はい、あとワンちゃんも行けるし、うん、トイレも綺麗だし、まあ、今はシャワー使えないですけど、うん、売店もあるし、なんかオーナーさんも気さくで、はい、はい、いいキャンプ場でした。前回のね青根に続き、はい、予約不要の、うん、キャンプ場になりますので、はい、フリーサイトで場所取りが必要になります。ちょっとね映像で流せれば、うん、あと思うんだけど、あのこんな感じで日曜日にインしたんですけど、はい、すごい混んでました、うん、春とがないと、そう一旦待ってよっかってなって、うん、なので土曜日も、まあ、土日で泊まる方が一番多いんで、うん、かなり争奪戦になると思うんですよ。こっから混むでしょうね、うん、きっとそう、はい、でインの時間は8時うんね、になってるんだけど、はい、から15時、はい、アウトが、だから結構長い時間まったり遊べるんです、はい、ただ結構その金曜日の夜に来て張っちゃう人とかがいるみたいで、うん、まあそれが良しとされてるのかちょっと分かんないんですけど、うんうん、まあどうなんですかね、まあなんかこう他の人に迷惑かからないようにやった方がいいかなと思いますよ、うん、まあちょっとね厳密なルールって分かんないんで、うん、あの僕らが何か言うことではないんですけど、うん、まあ、一応その8時から翌日の15時までっていうことになってますね、うん、はい、まあなのでおすすめ平日かな、やっぱりそうだね、しかも桜キャンプとしては結構人気が高いみたいだから、うん、平日なんとかまた行きたいと思います、うんうん、はい、あのフリーサイトなんで予約がいらないからパッて思いついたらいけるっていう良さもあるんだけど、やっぱり土日、僕らも土日キャンプやってましたけど、うん、やっぱり予約してないと入れるかどうか分かんない、怖いっていうね、もしも晴れなかったらなって、うん、そう、なんか朝一並んでるっていう噂もありますので、うん、入り口でね早く行っても、でね今この時期まだ寒い時期で、はい、あのこんな感じなんで春夏は混むんじゃないかなと思います、ね、まだまだキャンプ人気が、ね、うん、高まってるから、そうですね、うん、まあ、料金等は、ホームページの方をリンクしておりますので、はい、概要欄の方を見てもらえたらと思います。お願いします。お願いします、はい、まあ、あとは売店とかも結構充実してたり、そうだね、結構いろんな、うん、あのもの置いてました、うん、調味料とか飲み物とかも置いてたし、うん、お酒も売ってるもんね、お酒も売ってますし、うん、そうですね、アイスの自販機で買うの忘れたね、忘れた、なんかでも急いでたからアイスを食べながら桜を見てもいいかもね、そうですね、うん、ファミリー向け、ファミリー向けだと思うかなと思いますね。でおトイレもその仮設の方もなんかもう全然ちょっときついできないっていう感じでは私的にはなかったなかったんで、うん、まあ、綺麗な仮設だよね、綺麗です、うん、で炊事場もね結構点々とあるんで、うん、割とすごい便利じゃないかなって思います。キャンプデビューにもおすすめと思います。はい、はい、まあ、お湯はね出ないんで、うんうん、この季節からはお水で、はい、はい、ということで、はい、ぜひね行ってみてはいかがでしょうか。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい、はいはい、まあ、他にもいろんなキャンプ場の紹介とか、キャンプ動画やってますので、うん、チャンネル登録していただいてそちらの方も見てもらえたら嬉しいです。お願いします。お願いします。あとグッドボタンの方もお願いします。お願いします。あと他にもツイッター、ブログ、インスタグラムなどもやってますのでそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。はい、はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。さよなら。さよなり。さよなり。さよなり。斉藤、揺れてる車、車揺れてる、気持ち悪い